ではお一人ずつもう少しお話をお伺いしたいんですが、まず那須選手から少しお話を伺いたいと思います。ジュビロ磐田ではキャプテンも務めていらっしゃいました。もう経験も豊富ですし、新加入という形に今回はなりますけれども、新加入ながら非常にこうチームを牽引する役割も期待されていると思います。そのあたりはいかがでしょうか。自分のそのらしさっていうのが、コーチングであったり、人を動かすことも含まれていると思いますし、そういう、こともできればいいかなとは思いますけど。柏レイソルではなかなかコーナーキックから、ゴールというシーンが去年はそんなには多くなかったんですけれども、那須選手は実はかなり、センターバックを務めていてもゴールを挙げることが多かったですよね。そうですね、そのあたりもかなり、後ろにいらっしゃるネルシーノ監督からも期待されていると思いますけれども、それも自分の特徴ですし、その空中戦とか、そういうものが売りですし、そういうところでも、チームに貢献できたら、最高だなとは思っているので、貪欲に狙ってはいきたいとは思っています。ありがとうございます。さて、渡辺選手、はい、ここに見事帰ってこられまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。帰ってまいりました。はい、今日いらっしゃってる皆様方も、栃木SCでプレーしている渡辺選手の試合をつぶさにご覧になっていたと思います。はい、どんな経験をされて帰ってこられましたか。まずは33試合出させてもらって、経験という部分で本当に自分の中で、大きなものを得たなというのと、あとは本当にその試合数にも表れているように、自信というのは本当に生まれたので、プレーの質というのも自分の中では変わったと思います。今一番こう手応えを感じていて新たに柏レイソルのサポーターにアピールしたい、見てほしい、そんなところがあったら教えていただきたいんですが。そうですね、今まで僕の特徴は本当に変わらなかったんですけど、またさらにその質が上がったところっていうのを見てもらいたいなと思います。栃木市では渡辺選手も得点を挙げてましたね。はい、最初の頃に3点ぐらい、はい、決めました。ぜひまた柏でもゴールを挙げられるように頑張ってください。はい、頑張ります。さて、リカルド・ロボ選手、柏レイソルには、同郷の、レアンドロ選手、ジョルジ・ワグネル選手、他にも、バラダ選手など良質のアシストをしてくれる選手がたくさんいます。どんなパスが一番お好きですか。Com certeza, com a qualidade dos dois, vai ser muito mais fácil fazer gol lá na frente, né? Leandro é jogador de muita qualidade, que tem muita precisão no passe, sabe o momento certo de jogar a bola para os atacantes. Então, com certeza, eu vou fazer muitos gols esse ano. そうですね、先ほど名前が挙がった、レアンドロ選手、ジョルジ選手いるんですけども、やっぱりレアンドロ選手すごく視野が広くて、フォワードの欲しいタイミングでいろいろボールが出てくると思うので、一つでも多くのゴールをまずは取りたいと思っています。具体的に J1 の舞台でどのぐらい取ってやろうなんていう意気込みはありましたらお聞きしたいんですが。Bom, não pensei em nenhum número, né? Espero fazer bastante, com certeza. そうですね、何点という数字は、出さないでおきます。一つでも多くのゴールを今年は取りたいと思っています。日立大で試合をした時にもロボ選手決められましたよね。ものすごいシュート、角度のないところから、ああいうのをですね、ぜひ今度レイソルの選手としてガンガン量産していただきたいなと思うんですけれども。Felizmente aquele jogo foi jogo que eu joguei muito bem, consegui fazer dos gols mais bonitos daquele ano. Então, eu acho que estou colhendo os frutos, né? E hoje posso estar aqui graças aos meus gols, né? 以前にもレイソル戦でも得点を取れたんですけれども、これからも、どの試合でも、より多くのゴールを取れるように頑張ろうとは思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、福井選手、私は J リーグの実況をさせていただいてて、昨シーズンもギラバンツ北九州のゲームを何試合かやらせていただいたんですけれども、
本当にあのギラバンツのサポーターからもディフェンスリーダーで活躍されているというのを聞いてましたし、私も見ていて、あ、本当にもうディフェンスの要だなという印象を受けたんですけれども、あのそのギラバンツから一気に J1 のチャンピオンにステップアップしたわけですけれども、このオファーを受けた時どんな心境でしたか？まあ、正直びっくりもしましたし、まあ、でもここでこんなチャンスめったに来ないと思ったんで、まあ、チャレンジしてみようっていうやっぱり気持ちはなりました。失うものはないというようなお話も先ほどありましたけれども、やはり相当自信も終わりなんじゃないですか？まあ、失うものはないって言ったのも、まあ、皆さん多分この移籍するまで僕のこと全然知らなかったと思うのでまあそんぐらいな感じと思うんで、まあそんぐらいの気持ちでやっていこうかなと、頑張っていこうと思います。これからはぜひ福井亮次という名前を印象付けてほしいですね。そうですね、はいはい、ぜひ頑張ってください。さて続きまして藤田選手、明治大学では林選手とも同僚でいらっしゃったのはもうサポーターの皆さんにも有名なお話だと思いますけれども、今回の移籍に関しましては何かご相談などされたことありましたか？相談は少ししました仲はいいんですよね。仲いいですね、はい、どんなお話と言いましょうか、あの林選手からどんなふうに柏レンスの印象を聞いておりましたか？まあ選手スタッフ含めてこう全ての人がレイソルのためにっていう気持ちを持っているチームだってことを聞きました。ちなみにあの去年私横浜 FC のゲームも担当させていただきましたが、林選手からその度に藤田どうだった藤田どうだったってよく聞かれたんですよ。だからかなり林選手は藤田選手が気になってたようでしたどう答えればいいんですかそれに対して藤田選手は林選手と結構密に連絡取ったりされてたんですか？まあ、密にはしないですけど、はい、いつも結果は気にして見てました。はい、柏レイソルで、まあ、レギュラー争いもまたいろいろ激しいと思いますけれども、自信の方はいかがですか？そうですね、しっかり自分の良さを出せればチャンスもあると思うし、まあ、素晴らしい選手多いんで毎日の練習でこういろんなものを盗んでいけたらなと思います。はい、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。山中選手は初々しいですね。はい、学ランです。緊張しますか？めっちゃ緊張します。ネルシーニュ監督からはかなりこう期待をされて、かなり前からトップチームに帯同していましたけれども、はい、どんなところをネルシーニュ監督に期待されていると思っておりますか？自分は高一の冬のグアムのキャンプに呼ばれて、そこでまあちょっと調子良かったんですけど、自分はやっぱ左足しかない選手なので、やっぱ本当にパスの精度だったりクロスの精度っていうのは非常に求められているだと思います。ユースの先輩がたくさんいるトップチームですけれども、はい、可愛がってもらってますか？そうですね、みんな本当優しい先輩しかいないんで本当に感謝してます。隣で笑ってる方いますけれども、いや本当ゴロ君にもしっかりお世話になってます。そんな川波選手にお話聞いてみますか？そうですね、お帰りなさい。ただいまです。ね、少しの間柏は離れてましたけど、なんか戻ってきて、はい、こう変わったこととかありましたか？まず今日司会やられてるアッキーが結婚したことですかね。いじられちゃいましたね。はい、一番変わりました。そうですか、はい、ね、ずっと言われてましたからね、いつ結婚するのってね。おめでたいことです。ありがとうございます他にはあまり変わらないですか？そうですね、でもみんなやっぱり直接やっぱ特に今練習はまだボールを使ってしてないんで、それとかは分からないんですけど、テレビで見ててやっぱ柏は強いなっていうのはテレビ越しながらすごい感じてました。